い、こんばんは。今日はですね、スイッチのソフト、ダウンロードのソフトですね、モンスターボーイをやります。はい、全く私ね、初見です。何もいじくってませんでね、まぁ、ちょっとしたオープニングがあったんですけど、まあそれはちょっと今回、まあ割愛いたしましてですね、はい、これモンスターボーイってどんなゲームなのかと言いますと、あの結構昔にあったね、ワンダーボーイだとかモンスターワールドだとか、あの辺のね系列のねソフトらしいです。で、まあとりあえず続編という形らしいですね。で、今流れてる音楽聞くと分かるんですけど、これはねモンスターランドのゲームセンターにあったねゲームのねモンスターランドの音楽ですね。これ一面の音楽ですね。一応私 Wii のねバーチャルコンソールでやってるんですよ。で、このゲーム結構好きだったんで、それのね続編がスイッチで出てるっていう風に聞いてですね、まあ、早速ちょっとダウンロードしておりました、してみました。というわけでちょっと始めていきましょう。まずちょっと家があるのでここに入ると、はい、上ボタンを押すとねここに入りますね。はい、画面すごく綺麗ですよね、これね。ちょっと剣がもらえると。はい、これも初代っていうか、初代モンスターランドのね、ちょっとしたこのあれですかね、再現みたいな感じになってますね。で、A ボタンがジャンプで、まあ、A ボタンというか、私ね、プロコン使ってるんですけど、スイッチのね、B ボタンがジャンプで、で、Y ボタンがですね、こう、剣を出す感じですかね。はい。まあ、そんな感じです。はい。で、あとはまあ、このスティックでこう、右左で、まあ、下しゃがむで、まあ、上を押すとですね、先ほどみたいに、家の中に入ります。なんだこれ。あ、セーブできるんですね。このなんかこの泉のなんかに触れるとですね、セーブができるっぽいですね。はい。あ、なんかちょっと面がですね、モンスターランドにすごいこうなんかあれですよね。似てますよ。似てるっていうかまんまじゃないですか、これ。うん。まあ、海っていうか、もうね、舞台がちょっと違いますけど、あれなんだこれ。わ、ドラゴン下がってろ。あ、ドラゴン。ジンごめんよ。僕だよ。弟だってば。あ、ジン。ジンね。これ主人公ジンっていう名前なのかな。ゼゲか、なんでそんな姿に。あ、ドラゴンになってる。信じられないことがあったんだ。ラブおじさんが魔法の杖で村の みんなを変身させたんだ。じゃあさっき樽に乗って飛んでたのも見間違いじゃないなと。ちょっと画面がねちっちゃくてね読みづらくてすみません。はい、これストーリーがあるんですね、これね。あ、そうだよ。王様から樽ごと盗んだロイヤルネクターを全部飲んで、その樽に乗って飛んでるんだ。それはまずいな、やめさせないと。どこ行ったかわかるか。東大の方だよ。東大でお茶をいいねと。はい。まあ、こんな感じです。うん。Y ボタンで話しかけることができるんですね。うん。まあ、こんな感じで、画面が本当に、まあ、すいません、ちょっと吸い込んじゃって。うん。こうやって二重スクロールしてるし、マップが二重スクロールしてますし、かなりですね、これはあれです。画面綺麗ですし、うん。これはかなり画面、すいません。なんかさっきから吸い込んじゃって。はい。ただね、このマップ自体はモンスターランドのですね、マップとかなりね、似ておりますね。似てるというか、それを再現しておりますね。じゃあ、ちょっと進んでいきましょう。あ、すいません。先ほどからむせ込んじゃったばっかりでね。あー、なんかカニがいる。あー、こうやってなんかこう、ですね、この、剣でこうやって振るとですね、こうやって倒せます。まあ、当たり前ですけど、倒せます。はい。地図のアップデートって何なんだろう。マイナスボタンを押す。あ、地図がこうやって出てるんですね、これね。まあ、ワールドマップみたいになってて、このマップが繋がってるってことなのかな、いろんな場所に。まあ、いいや、とりあえず進めていきますね。うん。はい。まあ、音楽は、これはモンスターランドの音楽じゃないですね、これね。うん。なんだろう。高岸玉でも攻撃可能。まあ、L を押したまま Y を押せば、小さい敵を攻撃することができる。どういう意味なんだろう。こういうことなのかな。これでいいのかな。これでいいのかな。なるほどね。こうしゃがみながらこうやって剣を振れってことでしょうね。で、樽を破壊する。はい。こうやってこうどん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 進めていきますね。画面すごく綺麗ですよ、これね。で、私これね、最近これ知ったんですよ、このゲームがあるって。発売自体はね、去年のね、2018年の12月あたりにこう出てたらしいですね、これね。まあ、パッケージソフトではないです。ダウンロードです。はい。で、一応私、ウィキペアで調べたら、このゲームって、なんかね、外国人の方がね、作ったらしくて、まあ、モンスターランドとかワンダーボーイが好きなね、外国人の方がですね、自作っていうのですけど、作ったものを、ある程度出来上がってから、このですね、モンスターランドの原作者、まあ、このゲームを作っ、まあ、もともとね、モンスターランドとかワンダーボーイ作った原作者の方に、ちょっと見てもらって、オフィシャルみたいな感じ、監修をしてもらって、出したらしいです。まあ、そんな感じのゲームらしいですね、これね。
はい、モンスターランドの名作なんで、私もね結構 Wii でやってるんですよたまに、はい、PSO でも出てるらしいですけどね、あのアーカイブスじゃなくて、あのアーケードアーカイブスでね、まあ、あれは年に1回か2回ぐらいはねプレイしてクリアしてるゲームです。はい、ね、まあ、こんな感じで進めていきますね。あれ、なんかこれセーブ機能があるのか。はい、セーブセーブセーブ、はい、これはセーブできます。他何かあったかな。ですね、これモンスターランドじゃないですね、モンスターボーイなんですよこれねモンスターボーイだから、ワンダーボーイとモンスターランド2つの名前をこうかけてるってことなんでしょうかね。はい、まあ、そんな感じだと思います。まあ、何しろ私本当にワンダーボーイじゃねえ、モンスターランド大好きおじさんなんでな、これなんかあるぞ。あ、店、これあ、店ですねこれね店で買えるんだ。あ、なんか足んねえぞ俺お金が。あと2ゴールド足んないですね。ゴールド通貨わかんないですけど、2ゴールド足んない。ちょっと、あと2ゴールドちょっと取らなくっちゃ。なんかひっくり返ってるぞこれ。あ、まだいいや。ちょっとあの、靴買ってからですね。うん、靴買ってからですね。あ、セーブできる。あ、これマップ戻れるんですね、これね。マップ戻れるんだ。じゃあお金こう稼ぐこと考えちゃう、これね。普通にね。はい。お、これで10ゴールド。はい。あ、これいいや。はい。あの、アーケード版だとね、こういうことできないですよね。あ、これ、まあ、セーブできると。はい。これって先ほどのこの欲しかった、あの、靴は買えます。海の底でも探索できる、ずっしりと重いブーツ、ヘビーブーツね、これ買えますね。はい。まあ、これしか売ってないんで、これ買えます。はい。どうなんだろう、これ。装着するにはプラスを押してアイテムメニューを開き、ブーツを選択することと。はい。ちょっとね、選んで、あ、出た、出た、画面が。で、あ、なるほど。L と R でこうやってですね、いろんなこのアイテムの装備ができるみたいですね、こうやってね。はい。じゃあ、ブーツを、これでね、装備できますね。あ、これで装備できますね。OK。これで装備したかったはずです。なんだこれ重てえぞ、これ。重たいよ、これ。なんかジャンプ力がえらい落ちてるんだけど、これ。なんなんだろう、これ。あ、何これ、ひっくり返ってるけど、これ何？えい。あ、ペペログーじゃん、これ。助かった、ありがとう、青い髪のお兄さん。大丈夫か、お前もナボおじさんの魔法でモンスターに変えられたんだな。僕、ペペログー、モンスターじゃない、ペペログー、やっぱペペログーでしたね、これね。ペペログーって何なのかと言いますと、あれ、まあいいや、もうちょっとテキスト読んでいきますね。おじさんってあの、樽に乗って飛んでる人？僕は、緑の髪の女の子を探してて、あのおじさんに届いて聞いてみたら、タルッと、あ、ちゃんと緑の髪の女の子って言ってるってこと、アーシャって名前だったかな。モンスターワールド4のね、主人公の女の子の名前ですね、これね。名前っていうか、あの、キャラクターですね、これね。に掘り込まれたんで、で、そのペペログっていうのは、その、モンスターワールド4の女の子のキャラクターの相棒なんですよ、これ。私、モンスターワールド4もやってるんで、なんとなくこれ、わかります、はい。女の子を探さなきゃ、またね、じゃあ、モンスターワールド4と時間軸同じなのか、これ。あれまた名作なんですよ。わ、あ、なんだこれ、私別にこれジャンプしませんね、これね。勝手に動きました。危なかった。危なく、灰になるところだったよ。なんかちょっと日本語が、やっぱちょっと少しね、翻訳がぎこちないですね、これね。まあもともとこれやっぱりアメリカだかどうかわかんないですけど、日本のゲームじゃないですよ、これね。だからやっぱり翻訳がちょっとぎこちないのかもしれない。うわぁ、あんなの、前はなかったよ。お願い、跳ね返す盾を持ってるって言って、持ってるって言って、あ、なるほど、跳ね返す盾を持ってるって言ってってこう言ってるんですよ、これね。ちょっと待って、あのモンスターをやっつける方法を考えようと。はい。なんかやっぱりちょっとね、日本のゲームじゃないから、セリフがですね、ちょっとやっぱり若干、ぎこちないですね。うん、で、ヘビースプーツを買ったんだね。それを履けば下に何か隠れているか確認できるかもとね。はい。これですね、これ。この靴。えい。ドスン。あ、なんとこれ下切りできるんだ。ゼルダ見て。あ、ちょっとセーブしましょう。あ、セーブしなくていいか。あ、セーブしちゃう。これあれですね、ちょっと待って。装備ちょっとレザーブツに変えてみますね、これ。まあ、自由に変えられますんで、あ、なんと、あ、レザーブツに変えて、こう、セーブできるんですね、これね。はい。なるほど、こうやってね、装備を変えながら、こう、進めていくタイプのゲームなんですね、これね。わかりました。で、これまた装備すると。はい。で、あ、なるほど、これで、あの、動きが、この、重たいんで、これ、沈むんですよ、これね。はい。あれ、なんか左上にメーターがついてる。あ、これ多分あれか、空気メーターか。多分このです、泡にこう触れると、この空気メーター、左上の空気メーター回復する感じなんですよ、これ。あ、なるほど、わかりました。はい。なるほど、ソニックみたいですよ、これね。ソニックザ・ヘッジホッグみたい。私もソニック大好き、おじさん、なんでもおじさんつけてりゃいいってもんじゃないですけど。はい。あ、なるほどね。
あ、で、左上のハートマークが、キャラクターのヒットポイントですね。これが多分ゼロになると死ぬ。がゲームオーバーってことですよね、これね。で、右上に薬のマークが、赤い薬マークがついてるんで、あれは多分ね、一回これだったらこう、一回これ、ダメージ全部ね、減っちゃっても、きっとこの薬を使えば復活できるよっていう、きっと、やつだと思います。これ、ワンダーボーイというか、モンスターワールドのね、アイテムなんでね、わかります。はい。まあ、基本はモンスターワールドをかなりですね、これね、再現してるけど、え、あ、これです、これ、これ、盾ですね。さっき言ってた、ペペログが言った盾でしょ、これ。はい。滑らかで光沢のある盾は、敵が放ったファイアーボールを跳ね返すことができるとね、はい。これをそう、あ、なんかかっこいいぞ、これ。かっこいい、これ。いいですね、これね。はい。あ、なるほどね。あ、盾、ちゃんと盾をこう構えて、あー、なんだこりゃ、マリオカートだ、これ。マリオカートのあれだわ、炭と同じですね。これ、視界が悪くなるんだ。盾でうまくこう、防げると、さっきみたいにかっこいいモーションで弾くんだけど、ちょっと外すと、画面がね、暗くなっちゃうんですね、あれね。視界が悪くなっちゃうんですね、これね。はい。いやー、マジ、画面めっちゃ綺麗じゃん、これ。で、このゲームですね、実はプレステ4でもね、できるみたいです。私、スイッチ版今回ダウンロードしたんですけど、なんかね、PS2、あ、死んじゃった。あー、これ息切れか。息切れ、息切れ、息切れ、息切れ。あー、ともうちょっとだったのに、これ。あー、残念。はい。で、これで上がってこれたんで、もういいでしょう。ね、ちょっと Y ボタンで調べてみますね。もっと高くジャンプしたければ、足に合った靴を選ぶことと。はい。で、これでね、まあ、先ほどのレーザーブーツ、まあ、ヘビーブーツをね、レーザーブーツに変えると。まあ、こうするとジャンプ力が上がるのでね、あ、上に上がっていける。ポンポンと上がっていける。あ、持ってなかったな、さっき薬。なんか死にそうじゃん、これ、もう。やべえ、もう死にそうじゃん、これ。これね、ちょっとモンスターワールド大好きおじさんの、名前が泣くね、これね。一応私、全シリーズクリアしてるんですよ、このゲーム。確か、モンスターワールド2と3も、あ、モンスターワールド3と4クリアしてるはずです、私。もう、ペログでいたいたいた。はい。リフレクションシールド、いいね。火の花の前で燃え、うん、構えれば、ファイアーボール弾き返せるよとね、はい、言ってるので、これをじゃあ、あ、跳ね返した。これで先進めるんですね、これね。なるほど、なるほど。行くぞ、進め。なんだこのカニは。リンクの冒険、マジリスペクト。ただこれ、押しね、直さないと、構えがね、戻っちゃうんで、オートじゃないですね、これね。よし、どんどん進んでいく。お、ペログ。何これ。あ、カニがなんか出てきたの、たくさん。あ、このカニ戦いってやつ、やべやべ。やべ、これ、もう死ぬぞ、これ、俺。何これ、何これ、何これ。あ、ただこれ、ドッシュンすると、気絶するんですよ、このカニね。あと1匹死ぬんだけど、これ。大丈夫かな、死にたくないよ、俺。え、や、倒した。やったぜ。やったね。でも、君のおじさんは、本当にひどいな。ほら、プレゼントだよ。君だったら使いこなせるんじゃないかな。あ、またこれ、モンスターワールドね、の音楽流れてますね。この音楽、私好きなんですよ。ありがとう。でもなんだこれ。魔法の火のトリュフだよ。閉じ込められた樽で見つけたんだ。食べてみなよと。何これ。食べて魔法でも覚えるのこれ。食べるのか。なんだかかわいそうになるな。あ、顔がついてるから生き物なのこれ。大丈夫。食べられたがってるんだから、いかにも美味しそうな見た目でしょとね。ちょっと残酷なこと言ってる、ペペログ。あ、なんか食ってるよ、ちゃんと。やっぱり節々でちょっとやっぱ日本的な感覚とずれてるところがあるかもしれないですね、これね。火の魔法が使えるようになるよ。なぜかペペログには効かないんだ。うん。すごいな、魔法のトリュフをもっと見つけたいよ。うん、探してみて、僕はそろそろ行かなくちゃ。もし緑の髪の女の子に会ったら、僕は探してるって伝えてくれ。これアーシャですね、これ多分ね。はい。モンスターワールド4はね、私、バーチャルコンソールので、Wii 版でやっております。はい。あれはなかなかね、面白くてね、すごいこれいいんですよ、あれ。まあ、いつかね、あれも配信できたらいいですね。まあ、もう僕、モンスターワールド大好きなんですしね。はい。で、これが多分ね、なんかね、なんか燃えそう、いかにも燃えそうじゃないですか、これ。このいかにも燃えそうなこの草を、この X ボタンのね、炎でバーンって焼くんですね、これね。はい。なんか謎解きみたいなのがこれあって、なんかゼルダの伝説みたいですね、これね。ピロリロリロリンじゃないけど、これゼルダですね、これね。はい。ゼルダの伝説とモンスターワールドを組み合わせた感じになってる。あ、もう一回撃たなきゃダメなのか。
でもう一回。あとは、ね、うん、なんか、ですね、左下に、ファイアーボールのマークがついてて、それにちょっとなんかね、5-2ってなってるんで、5発撃てるっていうのも、あと、3発撃って、あと2発しかないよっていう感じだと思います。表示的にはね。はい、ちょっと今の死にそうなんですけど、あまりおしゃべりしないで進めていきましょう。死んだらどうなるか分かってないんで、多分セーブポイントからね、始まると思うんですけどね。あ、ちょっとセーブポイントがあるじゃないですか。セーブしてもダメかな。セーブしていきましょう。ね。ちょっと結構進めたんだ、話がね。嫌ですからね。死んじゃったのね。またボスから始まるのって厳しいんで。ちょっと一回戻ってセーブポイントにね、セーブしてからね、あれしましょう。進めていきましょう。全くこれ初見っていうか、初なんですよ、これ。全然進めてる状態じゃん。あ、ここ。これセーブね、OK なんでね。OK。これで多分死んでも、ここでは絶対に間違いなくここで復活しますので、OK です。あ、よかった。でですね、プレイステーション4版も出てるんですね、これ多分ね。まあ、どっちかね、まあ別に好きな方っていうか、好みの方でいいと思いますけど、私は単純にこれね、携帯モードで遊びたかったんですよ。まあ、携帯モードで遊びたかったので、プレイステーション本版じゃなくてね、スイッチ版にしました。まあ、PSO 版だとね、PSO ライブが使えますので、まあ、そういう意味ではね、PSO 版も悪くはないんですけど、私別にパソコンでね、キャプチャーボードで配信できますのでね、まあ、そこに関してはそれほど、今回 PSO 版に魅力を感じなかったので、スイッチ版にしました。これ。ピラニア？あ、やばい。お、危ない。結構歯応えがあるような感じがする。アバター、セーブポイントだわ。はい。まあ、この辺に結構セーブポイントがあるんで、まあ、そんなに難しくないかな。操作性はですね、まあ、プロコンがね、毎回私言ってるんですけど、このプロコンの操作が微妙にしづらいんですよ、これね。スイッチのコントローラーで、まあ、プロコンはもうしょうがない、これしかないんでね。はい。まあ、プロコンは、スプラトゥーンやるにはね、いいコントローラーなんですけど、やるにいいコントローラー、他のゲームにあんまり向いてないんですよ、これね。はい。跳ね返して OK。なんか、扉があるぞ。あれをなんかちょっと行きたいんだけど。まあ、また先の話ですよ、これね。はい。うん、ちょっと行ってみるかな。行けるこれ。あ、ダメか。あ、ダメですよ。ここに岩がなんかも行けなくなってる、これ。なんか爆弾かなんかのないと、これ多分ダメでしょ。ここはちょっと後回しってことでね。なんだあれ。あ、なんかですね、レバーがね、気になる。このレバー何なんだろう。あ、なんかあれだぞ。あ、ダメ、ここは開くんだね、これね。はい。あ、ゼルダだね、これね。横スクロールのゼルダの伝説だね、これね。考え方、テイスト的には。はいはいはい。モンスターワールドっぽいけど、ちょっと違うね、モンスターワールドでね。で、これで、ほい。ほい。あ、ちくしょう。なんかいたぞ。はい。うん。何があるかな？あれ、怖い。奥の方になんかちっちゃく画面出てるでしょ、これ。この先の宝箱何があるんだろう。宝箱欲しいんだよね。結構あれですね、これ凝ってますね。すごいね、奥の方でね、今動いてるんですよ、私のキャラがね。何がやったんだろう。あ、これお金ですね、お金。あと何があるんだ、これ。あー、何がこれが面白い。いちいちこれ小ネタが効いてますね、これね。はい。アクションはね、すごい面白いですよ、これ。モンスターワールドって感じがしますね。あ、落ちちゃった。で、なんていうかな、この、アニメーションの小回りが、すごいね、滑らかなんで、ドット絵もね、ここまで来たかっていう感じですね、これね。はい。よし。なんかまた、あれがあるぞ。扉があるぞ。えい。扉に入るぞ。何があるかな。うん。あ、これファイヤーボール買えるんですね、これね。ファイヤーボールを買うことができるようです。どうしよっかな。2ゴールド、まあ、ちょっと1個買っときましょう。はい。うん、まあ別に結構30ゴールド持ってますんでね、まあ、これ4個買ってもいいかな。じゃあどんどん進めていきましょう。ん、何これ、何これ。あ、これまたレバーをね、動かしたいんですよ、これ。どうすればいいんだろう、これ。ちょっとまた一回、ちょっとファイアボール打ってみますね。あ、動いた。
なるほど、ファイヤーボールで先ほどのレバーをね、こうやって動かすことも可能なんですね。よし、どんどん進めていくと。あ、またセーブポイントだ。まあ、ちょっとでも探索がなんかね、終わってない感じがする。大丈夫かな。ちょっと一回戻ってみますね。別に慌ててやる必要ないですからね。このゲームだから、あのメインステージを、クリアしていく感じのゲームではないですね、これね。あのこうやってだから、なんていうかな、探索するメトロイドとか、あの悪魔城ドラキュラみたいな、あれですかね、感じのゲームですかね、あの探索するやつ。マップの謎を解きながら進めていくっていう感じですね、これね。多分これで多分下にボーンと降りられると思うんですよ。あ、降りられてやっぱりね。宝箱あるじゃないですか、これ。あれが欲しい。しかもなんか、あの、あれが欲しい。あ、なんだっけ、なんか弓みたいなのがある、弓みたいな、あれが欲しいんだけど、あれ取れないかな、無理ですね、ちょっと取れないね、これね。一回ちょっと、あ、ここダメみたいですね。顔見せ程度ですね、これね。だってここ先進めないもんね、残念。何かこう、あの、引っかかるんだけど、ここ無理みたいですね。じゃあ一回、あの、レザーブーツにまた装備し直して、ちょっとまたマップ戻りますね。ここちょっとまだ見てないんで、多分ね、この下に何かあると睨んでるんですよ、私。で、これヘビーブーツちょっと装備して、えい。うわー、まずちょっと水分補給じゃねえや。ちょっと空気補給。これさっき死んじゃいましたんでね。あー、でも結構これシビアですね、これね。減りが早い、結構。うわー、なんか死ぬぞ、これ。あと一撃か。空気はともかく。よし、これで回復。おお、なんかちょっと緊張感あるぞ。あー、やべやべ、なんか死ぬ死ぬ、あともうちょい、あともうちょい死ぬ、あともうちょい死ぬ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 、やべ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 。あー、復活。あ、宝箱あったぞ。この宝箱なんだろう。あ、ゴールドか。命を危険にさらして手に入れたゴールドってやつですね、これね。これ良くなかったかもしんない、あんまり。命を危険にさらした割には大してね、あのプラスになってませんね、これね。残念。えい、ちょっと戻ろう。ここはちょっとあれでしたね、不発でしたね。じゃ進んじゃいますね、もうね。はい、別に急いでやる必要もないけど進んじゃいますね。レザーブーツ装備で、はい、行くぞ。あれ、しまった、また落ちちゃったわ。あ、ヘビーブーツだったわ、ごめんなさい。これね、一つだけ残念な点は、ちょっと操作がね、やっぱりちょっとこの装備の変えるのが若干ね、操作性が悪いかな。まあ、些細なことなんですけど、割とね、この装備を変えるのが多いんで、ちょっとそこ気になるかな。はい。まあ、操作性がいいとは言いませんね、装備に関してはね。ただ、この普通のアクションに関してはすごくで操作性がいいので、サクサク進めていいです。よし、行くぞ。ああ。よし、何がある？あ、セーブポイント。先ほどセーブポイントです。これセーブして進めていきましょう、どんどんね。このカニが、このカニとピラニアあれなんだよな。モンスターワールド出てきたよな。こんなやつだったのか、これ。まあ、モンスターランドって言ったらね、ビックリマンワールドとかね、あの辺を思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうかね。まあ、ビックリマンワールドはね、ないんですよね、あれね。バーチャルコンソールじゃね、まあ、半径ものだからと思うんですけど、あ、これで一回全滅しちゃっても大丈夫ですね。エネルギー全部なくなってもね。私結構レトロフレーク持ってますんで、あれでね、ビックリマンワールドやったことありますけど、まあ、モンスターランドと比べてみてどうかなって、やっぱモンスターランドがいいと思いますけどね。普通にね。はい。あ、なんだなんだ、落ちちゃったよ。どうしたらいいんだこれ。あ、復活ですよ、これね。おー、よいしょ。私はってモンスターワールドを一応クリアしてますからね。まあ、ここまではもう全然何の問題もないっしょ。はい、わあ、ダメだこれ。ピラニアをちょっとやっつけてからね、行った方がいいね。あ、なんと、これ盾がちゃんと後ろに構えてるんですよ、これね。奥が深い。あ、なんと上もこうやってこれですね、盾構えないですよ、これね。いいですね。え、何これ、ちょっとダメだよ、これ。あ、いけなかったよ、これ。一回なんかマップ変えなきゃダメなのかな、これ。
シビアですね、これね。やべやべ。あ、ダメ、わかった。あれですね、あ。わかった。これに、乗っかって、こういう風に行かなきゃダメですね、これね。そう。これに乗っかなきゃダメ。で、あ、オッケー。ふぅ、済んだぞ。ん？何これ。ああ、復活の薬もらえるんだね。もらえるって買えるんだね。私さっき取ったから必要ないってことでしょ、これ。お。よっしゃ。セーブ OK。待って。中にナボおじさんがいる。気をつけた方がいい。モンスターを紹介したからな。このストーリーはあんま必要ないかな。おかしくなったって言ったじゃないか。正直あんまりこのストーリー必要ない気がするおじさんだ。なんかテンポが悪くなっちゃいますからね。なんだかけても魔法の杖はやらんぞ。まあドット絵の動きはすごく面白いんで、おじさんもう散々暴れて気が済んだだろう。それは渡してくれ。どこで見つけたの。うるさい、追いかけてきたことを後悔させてやる。でもその前に、うん、そう、もうからかと。まあグラフィックはね、ドット絵ですごい演技してていいんですけどね。もっとロイヤルネクターを持ってこい。やっぱちょっとテンポが悪くなっちゃうな。本当の力を見せてやる。下がってろ、うん、わ、すごい杖だな。わ、タコだ、タコ。あ、イカ。クラーケンだわ、巨大なイカ。あ、これ結構強いんだね、もしかして。いや、いちいちね、これキャラがね、面白いね、これね。何この水色のやつ。結構難しくなってくるよ、これ。あー、画面が見えなくなっちゃった。あー、何あー、壊れた。うわー、結構ね難しい、これ。あ、一本ずつこれ倒してるんですね、これ。手がね、手っていうこの、え、あー、確かこれモンスターワールドの方もこのクラーケンっていうね、確かイカのボスいましたもんね。あのボスは強いですよ、あれ。あ、倒した。えらいゴールドがワンは出てると。はい、これで一面クリア。ん、何これ。あ、豚になってるよ、これ。あ、そう、オープニングで確か豚出てたな、これ。確かに。あ、分かった。これはモンスター、あれだ、ランド2とか3あたり、あ、2だ、2。2あたりの流れのこれゲームですね、これ多分ね。確かモンスターランド2って。あれ？これで終わり？あ、終わりですね。すいません。これ実はね、体験版だったんですよ。はい。体験版だったんですが、これで終わっちゃいました。あれ？早いな。もうちょっとこれ遊べるかなと思ってたんですけど、はい、これ実は体験版だったんですよ。じゃあちょっと、じゃあオープニング見ましょうね。はい、はい、こんなですね、すごいアニメーションのオープニングが始まります。はい、 Xbox ワールド、任天堂なんとか、何なんだろう、さっきのオープニング何だったんだろう。なんか画面がすごいね、あれでしたよね。任天堂ライフ、あ、ペンギンだ、これ。ペンギンクォースか。メラメライオンかよ、これ。はい、ニューなんたらかんたらとね。豚、先ほどちょっとね、変身させた豚ですね、これね。はい、で、なんかえらい楽しそうなんだけど。終わっちゃったよ、これ。もっと遊びたかったな、俺。はい。
いや面白かったっすねこれね、まあ、体験版なんですよ。で私実は買いたかったんですよね、すごくね、買おうと思ったんですけど、ちょっとね3980円ですよこれやっぱり少し体験版プレイして考えようと思って、1000円とか1500円ぐらいだったら別に何のですね考えもせずに一応ダウンロードしてねお金払って買いたかったんですけど、ちょっと3980円は結構あれじゃないですか、考えちゃう値段じゃないですかこれ。なので今回ねちょっとライブしながら考えようと思ってて、2時間ぐらいやるつもりだったんですよ今日。で2時間以内の体験版で収まるのであればね、これ体験版って言わないでで次あたりからですね、まあ、普通の製品版に続きやろうと思ったんですけど、まあ、ちょっとね体験版が結構早く終わっちゃったんで、まあ、そういうことできなくなっちゃいましたね、はい、もしこれ続きをやるとしたら買ってねまた初めからやりましょう、はい、でですねこれ一応オープニングの歌があるのでそれちょっとね見て終了ってことにしましょうね、はい、申し訳ないですね、はい、一回これ終了して初めからね入れますね、はい、まあ、こんな感じです。確かこれ最初に、ね、オープニングにね歌があるんですよ。これをちょっと聞きながらですね、まあお別れというじゃないですけど、今日の放送のね配信の、まあ、締めとさせていただきます。これなかなか凝ったオープニングっていうかあるんですねこれね。まあ1時間ぐらいは体験まで遊べるかなと思ったんでね、そしたら次回、まあ、パート2やるときは製品版のと製品版みたいな感じで流れと続けていこうかなと思ったんですけど、まあ、体験版ってバレちゃったんでね、はい、次回もしやるときはまた最初からやります、はい、こんな感じでね画面がすごいこう綺麗なアニメーション流れて、まあツイッコンねこの冒険のですね予感をさせるんですよこれ。よくできてますよね、はい、でこうやってモンスターに変わって冒険を進めていくっていう感じなんですよねこれね、はい、モンスターボーイ3980円。まあゲーム的にモンスターランドって1時間2時間ぐらいでアーケード版2時間ってことはねえか1時間ぐらいでね終わっちゃってすよ。でモンスターワールド4は一番ロールプレイングっぽくいいやつなんですけど、あれをだいたい7、8時間で終わっちゃうんですよね。でそれぐらいのボリュームだって考えたときに3980円ってちょっとなかなかね難しいじゃないですかね、どうなんだろうこれ、どうしようかな、3980円か悩むな。でも面白かったしな、面白かったし、私モンスターランド大ストーリーさんなんてこれはちょっとね悩むね、わかんない、どうしようこれ。1500円ならな速攻買ってやるんだけどな、3980円かどうしようかな、悩みますね、実に悩む。ただゲームは面白いです、めちゃくちゃ面白いです、はい、画面も綺麗だし若干ちょっとストーリーが必要ないかなって気がするんですけどはい、こんな感じでした。で今日はねモンスターボーイをやりました。1時間以上やりたかったんですけど、ちょっと割とねこの体験版があっという間に終わってしまったのでまあ今回ねこれで終了させていただきます。この続きはですね製品版を私がこれでねちょっとこう清水の舞台を降りる気持ちでね買ったらねまた初めからやります。はい、それまではねこのデモ版残しておきますのでねまたもし見かけることがありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。